話してごらん。俺聞いてやるから。話したってしょうがねえよ。たった一言、ごめんって謝りたいだけなんだけど、なんかこのまんまだと一生悔いが残りそうで。なんか俺全部話しちゃったみたいだね。まあいいじゃん。ダメだ。ダメだ。もし俺がな、その子に会うようなことがあったら、お前の気持ちをよく伝えといてやるよ。その子はこの柴又に住んでんのか。商売何やってんの。なんかこの辺の中華料理屋で働いてるとか言ってたな。1ヶ月ぐらい前九州から出てきたってことまで知ってんの。その人の名前は。姓の方は知らないんだけど、名前は美穂って言うんです。お待ちどうさま。美穂ちゃん、この人はあなたに何か用事があるとか。偶然だな。おい、今この人とあんたのこと話してたんだよ。お前の探してたのはこの子のことか。この間悪かったな。ごめん。さくらさん、これ台所でいいわよね。なんだよ、仕方しやがって。あの、二人で話し合ったら奥の部屋使ってもいいから。いいです、もう用は済みましたから。でもねえお兄ちゃん、